最近は変なことです。ボルサリーノの帽子、これがさらにまた結構使えるんですけど、このストラップ、すぐこう構えられられるストラップです。これがですね、この前紹介した腰のものよりもしかしてかなりやっぱりいいですね。すごい楽です、これ超楽。昨日お聞きした話によると、やっぱり、エベレストの最終アタックは25時間ぐらい、でも最低動き続けられなきゃいけないんですよね。こう20キロの荷物を背負って、これ8000メートルというと、要は昨日もおっしゃってたんですけど、エアプレイン、国際線が、進む飛んでいる高度ということなので、その高さを24時間歩き続けるためにトレーニングが必要です。あとクレパスですね、やっぱりネパール側から行くと必ずクレパスがあるとこを通らなきゃいけないんですけど、あそこはもうロシアンルーレット完全に運の領域に入ってくるらしいんで、ちょっとそこがね、なんとかそこまで運を使い果たさないようにというか、運をどん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 貯めて、もう運を磨きに磨いて、まあ、そこもね、難なくクリアできるようになりたいと思います。はい、さて今日のメガネはケンタというメガネですね。これ一山なんです。日本のメガネで、かなり軽くて実は結構使いやすいんですけど、そうですね、こんな感じですね。形もちょっと変わってるんですよね、このラインが。そうですね、すごい軽くてとってもいいメガネです、ケンタ。日本で、ここのサキセルもちょっと変わってます。はい、こういった一山欲しい方はぜひ、いかがでしょうか。